さあ今日もなんとかなれチャンネルの時間がやってきました。四国メタンです。ずんだもんやんけ。今回は最新話であるあの子回について語っていくのだ。この回はかなりのトラウマ回になってしまいましたわね。また過去の動画でもお話ししましたが、あの子がどんどん良くない方へ変化しているのがよくわかる回でもあったね。だね。この動画では改めてこれまでのあの子を振り返り、どういった変化をしたのか、また今回の話について考察をするので、最後までお付き合いよろしくお願いするのだ。ではまずはこれまでのあの子について振り返っていくわよ。ウィッス。初登場は鎧さんに手紙を渡すシーンでしたわね。ピンクのパジャマを買って、そのお礼に手紙を書いて渡したんだよね。そうだね。この頃は至って普通のちいかわ族って感じだよね。拙い字で書かれた手紙が可愛らしいのだ。その後あの子はちいかわの仕事仲間としてちょくちょく登場し、仕事の休憩中にお菓子を分け合いっこしたり、お揃いのパジャマの話で盛り上がったりして仲良くしていましたわ。あの子もちいかわもすごく楽しそうなのだ。そうだよね。実際のちにあの子はちいかわ族だった時のことを思い返すシーンで、ちいかわと一緒にお菓子を食べたシーンのことを楽しかった記憶の一つとして思い返していたね。それだけ大切な思い出だったんだね。だね。だけどあの子がちいかわ族として登場するのはここまで。次に登場した時にはキメラ化しており、ちいかわたちの討伐対象になっていましたわ。この時あの子はちいかわの存在に気づいて、自分の正体を教えようとするような仕草も見せていたけど、結局ちいかわはあの子の正体に気づくことはできなかったんだよね。そうだったね。この時のあの子はこうやって以前の友人と対話しようとしたり、討伐してくる相手に対しても死なない程度に反撃するにとどめていたりと、凶暴なキメラのイメージがありつつも、どこかちいかわ族だった時の名残を感じるんだよね。確かに体は完全にキメラだけど、心はまだキメラになりきっていない印象はあるのだ。次に登場したのは妖精編の直後の回ですわ。またちいかわ族に狙われているのだ。前回のちいかわたちとの一戦に比べて結構強めに反撃しているのが印象的なのだ。だね。まああの子の表情から察するに、意図的に強く反撃したというよりは、思った以上に強力な攻撃になってしまったといった方が正しいのかもしれないけどね。確かにあの子もびっくりというか、拍子抜けというか、そんな表情をしているもんね。いずれにせよこの時の感覚があの子の今後に大きな影響を与えたのは確かだよね。この時のあの子はちいかわ族だった過去とキメラである今についていろいろ考えていた時期だったんだけど、この攻撃の感覚が最後の一押しになってキメラである自分に満足してしまった感じはあるもんね。思った以上の力を得た喜び、やられる側だった自分がやる側になった優越感、そういった感情があの子を徐々に変化させていったのかもしれないのだ。そして次に登場したのはちいかわ族捕食疑惑があるこの回ですわ。あ、これか。ちいかわ族をなぎ払うのもすっかり慣れちゃった感じだね。その後あの子はちいかわ族の一人を手に持ち、捕食して満足そうな笑みを浮かべていましたわ。一応このシーンは食べていない可能性もあるんだけど、この動画では捕食したとして話を進めさせてもらうのだ。しかし今はキメラとはいえ、元同士を食べるなんてなかなかえげつないことをするのだ。そうだよね。しかもこの時は木の実とか他に食べるものがあるにもかかわらず、ちいかわ族を興味本位で食べてしまったというのがあの子の変化を強く感じるポイントでしたわね。ちいかわ族だった時の気持ちが残っていれば、さすがに食べちゃうのは躊躇しそうだし、食べた後の表情を見てもすごく満足げで何の後悔もなさそうだもんね。もうあの子からちいかわ族だった時の名残はほとんど感じないのだ。そして次の登場が今回の話になるわけだね。この回であの子はさらに良くない変化を見せてしまったんだよ。元同士を捕食した時点で来るとこまで来た感じはあるんだけど、そこからどう悪化するのだ。最初あの子はちいかわ族に対して友好的な態度をとっていたんだけど、ちいかわ族が油断し無防備になって近寄ってきたタイミングで態度を一変しましたわ。大きな音を立てたり大声を出したりしてちいかわ族を怖がらせた後、またちいかわ族を食べてしまいましたわ。へえ、これはひどいのだ。これはもう生きるために食べるっていう範疇を超えているのだ。相手を油断させたり騙したりして反応を楽しんで、その上捕食までするのは残虐極まりないのだ。完全に凶悪なキメラになってしまった感じはするよね。ちなみにあの子がちいかわ族を捕食していない可能性はないの？ほぼないと言っていいんじゃないかな。過去に疑わしい描写があっての今回だし、
加えて捕食後のあの子の表情が前回と似たような表情であること、一本角の子の悲痛な状態を見てもあの子型の二人を捕食したと見るのが自然だと考えていますわ。そうだよね。一本角の子の心情を察すると胸が締め付けられるのだ。あの子と仲良くしようと言い出したのが一本角の子だったし、そういう意味でもすごく後悔しているはずだよね。当然悪いのはあの子なんだけどね。でも一本角の子としてはどうしても自分を責めてしまうよね。というわけで以上がこれまでのあの子についての振り返りでしたわ。ここからは今回の話から考えられる3つの考察について語っていくのだ。ではここからは1、あの子の変化を表している描写について、2、デカツヨは捕食をしてるかどうかについて、3、一本角の子がキメラ化する可能性について、以上の3点を考察していきますわ。わかったよ。じゃあまずはあの子の変化を表している描写についてですわ。今までのあの子を振り返ってみただけでもあの子の変化は感じたと思うけど、今回の話であの子がちいかわ族だった時の記憶が薄れているのを表している描写がありましたわ。それがこのシーンですわ。後ろにちいかわ族だった時の記憶がうっすらと描かれているのだ。実はこれ過去にも全く同じ記憶を思い返しているシーンがあるんだよね。それがこれですわ。本当だ、全く同じだね。唯一違うのが絵の濃さっていうのかな、今の方が薄く描写されているよね。この背景の絵を昔よりも薄くすることであの子の中で記憶が薄くなっていっているのを表現しているのかもしれないね。なるほど、確かに同じ絵を使ってるってことは当時との比較を分かりやすくするためかもしれないし、メタンの言うことは一理あるかもなのだ。記憶が薄くなるにつれどんどんキメラ化が進行し行動が過激になっているのかもね。もしそうならあの子から完全にちいかわ族だった時の記憶がなくなったらどうなっちゃうんだろうね。恐ろしいのだ。では次はデカツヨもちいかわ族を捕食しているかどうかについてですわ。今回かなり久々にデカツヨが再登場を果たしたね。あの子の捕食を見て怯えた様子だったのだ。デカツヨはあの子と同じでちいかわ族からキメラになったキャラだから、あの子と同じで良くない変化をしている可能性も考えられたけど、この様子を見る感じあの子ほどの変化はしていないように思えますわね。ということはデカツヨはちいかわ族を捕食していない可能性が高いのかな。まあこの1コマしかないから根拠は乏しいんだけど、多分捕食していないと見て問題ないんじゃないかな。自分は食べてるのに人が食べてるのを見て怖がるのも変な話だしね。確かにそうだね。デカツヨの中でモモンガだった時の自我がまだ強く残っているなら今後体を取り戻すっていう展開も出てくるのかな。その可能性はあると思うよ。ちいかわの世界では体が入れ替わる現象は珍しくないし、モモンガも多少変化を感じる場面はあっても基本的にはデカツヨ時代の価値観で生きている感じも強いし、今後二人の体が元に戻るってことは全然ある話だよね。では最後は一本角の子がキメラ化する可能性についてですわ。討伐失敗後一本角の子は自責の念に駆られ精神的にかなり追い詰められていたよね。その様子を見て一本角の子がキメラ化するのではとネットでは心配の声が上がっていましたわ。確かにそんな雰囲気があって心配なのだ。でも今のところキメラ化の条件って判明していないんだよね。そうだね、条件とかはなく突然変異でキメラ化する説もあるんだけど、個人的にはちいかわ族がキメラ化するのは何らかの条件が揃った時だという説を強く推しますわ。そう思う理由の一つに条件付きだけどちいかわ族もアルバイトができるという点が挙げられるね。仮に突然変異するならちいかわ族をアルバイトとして雇うのはリスクが高すぎるし、スーパーアルバイターという制度があるのもこの個体ならキメラ化するリスクが低いという証明になるのが理由の一つだろうからね。確かに、だからこそ喫茶店騒動の時スーパーアルバイターの資格がなくなるかもって話になったんだろうね。資格を持っているのにキメラ化したら資格の意味がないってことだもんね。そういうことだね。まあ話がそれてしまったけど、ちいかわ族のキメラ化は何かしらの条件がある可能性が高いってことだね。その条件がまだわからないから一本角の子がキメラ化するかどうかは自信を持って言えない部分はあるんだけど、ただここまで精神的に不安定で追い詰められた状態になっているのを見るとキメラ化する可能性は決して低くないと言えますわ。話の流れから考えてもキメラ化しても全然不思議じゃないもんね。というわけで今回の考察は以上になります。皆さんは今回の話やあの子についてどう感じましたか？よかったらコメントで教えてくださいね。たくさんのコメント待っているのだ。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。なんとかなれチャンネルでは今後もちいかわ関連の動画を投稿していくから、この動画が面白かったら
高評価とチャンネル登録をよろしくお願いするのだ。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またね。